さあ、正方位の第1試合、先方、マーゴー・フェイロン対重曹サクラ、どちらも特殊称号を持つ組み合わせ、さあ、皆さん、拍手をお願いします、ありがとうございます。さあ、開幕、はい、台形取って、先手は重曹サクラ、だが甘いと飛びはしっかりと支援で対空、終盤から投げて、さあ、ドアウト、初台形、波動拳。デビレベル2から終盤、さあ重装サクラガードが固い、空中深部脚で逃げるも5番劣化で、さあ小足進撃深部脚仕込んでいたがちょっと届かず、深部脚、さあ深部脚もヒットしたら地上手につなげれる、レックに負けず劣らずのなかなかの強打、終盤にヒット、さあ仕込み証券、さあいい試合してる、波動拳、さあどうだ、波動拳、さあ気温にあのずっていく波動拳、前出し、さあ当たった、これは先ほど決めたい、素晴らしい、はいよと踏みつけて、さあ KOK さんアドバイス、重曹桜さんは意外と余裕の感じ、これが桜の火力、さあ、ペア1本取ったのは重曹サクラだが、マコフェイロン落ち着いている、おっとしゃがみ壊して潰されて、さあ投げで逆に持ってって前進、さすがにこれは食らうしかなかったか、評判いい支援で、ここは中盤からの移動して投げて、どっちだ、ジャンプジャックパンチからの地下投げ、壊し壊し、じゃっとずずしく歩いて投げる、コーナーまたも歩いて投げる、投げ連発、さあ三段歩き投げ、ぶらつぶしをしてくるであろうと読んでの固めだったが、そこをさらに裏をかいての投げを4連続通してきた、さあ再び投げて出たーって、表の裏打ちかは分からんけども、中盤大盤バックアウト、さああっという間、あっという間に終わってしまった、わずか15秒、最後は見事に体力黄色いままマーゴフェイロン勝利、ここでおっと同キャラをかぶせていきますか、出てくるのはケオケフェイロン、さあフェイロン対フェイロンの同キャラ対決、これはまた緊張感のある試合になりそうだ、さあ、マーゴさん本日勝ち続けているが、唯一敗れているのが殺意竜というのもなんとも面白い、今のところ11勝1敗ぐらいですかね、さあ圧倒的強さでチームアットキャストを牽引している、さあ次方出てくるのは KOK フェイロン、黒いパンツの方が KOK フェイロンで白いパンツの方がマゴフェイロンですね、当然こういう立ち回りになる、おっと、ナボリジャンプ大キック、しレックのちょっとミスっぽいか、壊し出していたが投げる方が早かった、投げ通してたまらずレックで握るか、それも追いかける、さあレックに中キックから、さすがに同キャラも仕上がっているか、あっという間に KOK フェイロン残り体力2割、一方のマゴはまだ黄色い、前ステッセービーを置いてたところを投げる、中断、さあとは交番劣化で削るだけ、ナゴベイロン切り勝ちで一本勝利、さあ KOK ベイロンちょっと一覧のためやな、おっと配信が一瞬止まりましたが大丈夫ですね、さあじりじりとしてるが動くときは一気に動く、どこで技を振っていくか、さあ15秒経って初めて出したのがしゃがみ台パンチ、お互いしゃがみ台パンチ、さああっと垂直ジャンプを読んでレック出したまで良かったが、台形しっかり置いていた、だがこちらも5番イックスレッカで取り返す、一進一退の攻防続く、おっ緊張感のある試合、さあお互いに手を出すとそこに隙ができるので
手を出さないで相手をプレッシャーで追い詰めているのはマペイロン。そして追い詰めたら一気に攻める。しかし引くときは引く。おっと EX レッカーだったがセミニがまるで見えてたかねで置いてある。たまらず逃げるが逃がさない。うわどっちなんだあれは。見てる方はさっぱりわからない。一瞬歩いてからの前ジャンプ中継どっちだったんだろう。あれは裏っぽいがこれは強い。しかし出てくるのはバンババンユン。さあさてこの組み合わせは攻撃で待った組み合わせでしたかね。ちょっと思い出せないんですけども、その時はどちらが勝ちましたかね。マノバさんがそうですね、攻撃の時は通ってますね。さあリベンジマッチとなるかマーゴフェイロン。さて恨みを荒らさんとばかりに画面端に追い詰めてユンをタコ殴り。そうここで前進してビオル、しっかりとビオリッチを正勝ち。さあ今まで全ての試合で何かしら1本は P 取ってるんじゃないかぐらいのマーゴフェイロン強い。一度負ける相手に二度も負けるわけにはいかない。それはやはりプロたるゆえんか。だがマンママユンもチームの命を背負っている。ここで負けなきゃいけない。さあ今度は逆にマンママユンが攻めて一気に体力半分奪う。ボタンでカット。攻めは一瞬待ってからバクって。さあ2勝はしっかり誘っていた。やはり2勝リスクが大きすぎるかフェイロン相手には。ダート再起なんという、圧倒的重曹桜に1本取られたのみで孫フェイロン圧巻の3立て。